どうもこんにちは。今回はですね、セブンイレブンさんで発売になった白玉クリームあんみつってのを買ってきました。すごい美味しそう。これですね、上にねホイップクリームとかさくらんぼ乗ってたり、いちご乗ってたりね、で、あと白玉乗ってて、小豆乗ってたりとかねしてます。ね、あんこ乗ってたりね、乗ってます。で、その下に寒天、あと蜜ですね、これをかけて食べていく感じですね。やばい、すごい美味しそう。新発売276円税別ですねとなってます。ではね、早速食べていこうと思います。これどうやって食べるんだろうね。やっぱこれ、この上のやつを全部具を下の寒天のところに乗せていくんでしょうか。こんな感じです。こんな感じのトレーに入ってます。美味しそう、美味しそうでしょね。で、これ寒天と蜜、寒天と蜜乗ってます。はい、ではちょっとかけ作っていこうか。乗っけていこう。うまく乗せれるかな。生クリーム乗せて、で、次にこれあんこ乗せようか。鼻息が乗ってきた。こんな感じです。で、これに蜜をかけてきます。よし、すごい、これ濃いな。全部かけるのかな。こんなんです。かけると、あー、すごい甘い。こんな感じですよ、絡めると。ね、こうやってみるとこんな感じです。すごいね。では早速食べていこうと思います。何から食べていこう。まずあんこかな。あんこだな、うん、あ、美味しい。あんこも美味しいね。美味しい。ホイップクリーム、うん、セブンイレブンさんのねホイップクリームはすごい美味しい気がします。美味しいばっかしか言ってない。あっさりしてるね。蜜もね甘いんですけど、この蜜もね結構あっさりしてるかな。うん、全体的に合ってる気がします。次いかんいきます。うん、みかんだね、うん、みかんだ。次白玉いきます。白玉、おー、美味しそう。美味しそうですよね。うん、あ、柔らかい。とろっとしてる。柔らかいね。そりゃそうか、白玉硬かったらダメだよね。次、このなんだっけ、なんていうやつだっけ、これ赤エンドウって豆を食べていこうと思います。うん、味がない、わかんない、豆べっぽい。じゃあ寒天いきます。寒天、蜜がついてるからね。うん、いいね。うん、この甘いやつの後にこの寒天食べるからいい。さくらんぼペロッといきますか。うん、美味しい。あ、やべえ、うめえ。完食しました。あ、美味しかった。全体的にねバランスのいい感じの味になってて、さっぱりしてますね。まあ他にもね、いろいろとまた取っていこうと思うんで、また美味しいもの、美味しそうなものがねあればね、またご紹介したいなと思います。最近なんでしょう、こういうスイーツ系がラッシュなんでしょうか。結構多いですね。ではまた次回何かの動画でお会いしましょう。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。橋本淳平でした。バイバイ。